白山城は山梨県韮崎市上山町鍋山に所在した日本の城。形式は山城。築城者は不明。白山城の名は城山中腹に鎮座する白山権源に由来する。別名に鍋山祭、海の国史では溶岩城を伝える。国の史跡。所在する韮崎市上山町鍋山は県北西部に位置し、甲府盆地の北西端にあたる。 城山と呼ばれる赤石山地北東の駒山地、あまり山地に属する独立法上の尾根に立地する。標高は約573メートル。釜梨川右岸で釜梨・塩川の合流地点に近く、釜梨川が七里岩の崖下に押し付けられ回廊状となった地形の末端部にあたる。前面には改削された段丘が広り、谷底平野が形成されている。 白山城周辺の釜梨川右岸地域には、武田信義の館跡があり、韮崎市上山町宮所のには、新義の菩提寺である、岩城寺や武田八幡宮など、甲斐、源寺や武田市にまつわる史跡が分布している。七里岩城の韮崎市中田町中城には、戦国末期に武田勝頼が築城した、神父城が所在している。白山城跡の南に隣接する尾根には、 南方華台、北に隣接する尾根には、北方華台と呼ばれる山城が存在している。周辺の王冠としては、品野方面から西郡地域を経て、盆地南部の川次へ通じる西郡寺の道筋が存在するほか、甲州街道の一部である川地や韮崎塾から七里大城を経て、八ヶ岳山麓の新州津滝宿へ通じる原寺など、諸街道が存在している。 海の国史によれば、白山城は、城山と呼ばれ、海、源氏の祖、源、清光の子である、武田信義が要害として築城したとしている。新義の子である、武田信光の子孫、武田信寺の系統は、駒郡向川筋に到着し、戦国期には、在京武士団である、向川修が登場する。関西重州諸家府によれば、白山城は、 無川州の一族である青木氏が領有し、武田新縄から信虎、とら、春に仕えた、八代信種が、鍋山城を守備し、これが白山城に当たると考えられている。後に、青木氏から分かれた山寺氏が領したという。一方で、中世紀の文書や、記録資料には、白山城に関するものは見られず、もっぱら近世紀の地種類や家父などに見られる。寛永20年、 関英書家系図伝、関政三年、関政重州書家府書斎の青木、山寺漁師の家父においては、戦国期に、無川州の青木、山寺漁師が、武田氏から、鍋山の取り出の守備を任されたとしている。恨みさむ話では、武田八幡宮の南に、鍋山八幡の存在を記している。恨みさむ話では、鍋山八幡を、源のためとも伝説に迂回した説を取り、 これは、白山神社、ためとも神社に否定される可能性が考えられている。戦国期の天正10年3月、小田、徳川連合軍の武田両親公により武田氏は滅亡し、武田勝頼は新不城を退去して、家臣、小山田の武の軍内領へ逃れる途中に、伝野において滅亡した。同年六月、本能寺の変で、織田信長が死去すると、か 信濃の竹武大領をめぐる天正人後の乱が発生し、会では、三河国の徳川家康が新婦城を本陣に、七里岩大城に布人し、若見子城に本陣を置く、北条氏直と対峙した。天正人後の乱において、武大臣の一部は徳川家康に侵入し、白山城には、向川州の青木氏、山寺氏が配置され、諏訪口の監修を行った。白山城は、 天正神語の乱において集築されていると考えられている。江戸時代初期の漢文年間廃場となった。白山城跡には山頂を中心とし中原や背後の尾根に、車、土類、横掘り、掘り切り、縦掘りなどの遺構が残されており、左右に放火台、物圏台が配置された山梨県内でも、類例の少ない中世城郭の遺構と考えられている。 山頂に位置する本丸は、約25メートル四方ほどの広さがある方形の主角部で、南東と北西に孤口が開き、土塁が巡らされている。この南側には一段下がって、二の丸が存在し、本丸と二の丸の間には横堀が掘られ、西側には堀り切りが二本見られる。白山城跡の南東には、白山権現が所在し、慶応四年、海の国社記、寺木によれば、 かつて当社には、慶安二年の徳川氏主院城が伝来し、その頃には神社としての体制が整えられていたと考えられている。官主は大村氏。また、社記によれば、上京二年の資料に車両二国ハットが安堵され、旧通の徳川氏主院城が伝来していたという。教法15年、鍋山村村名細町によれば、 諏訪大明神はじめ末社八社が存在し、鍋山村で最も社格の高い神社となっている。なお、海の国史では、社記書斎と同様の遺書を記している。江戸末期には、武田氏の家紋武田美氏の由来となる菱岩伝承が白山城に結びつけられ、海源寺が海の国へ進出した平安時代には当社が存在したとする遺書が形成され、白山城の主角部に、 上主城大明神、上大稲荷大明神が誕生された。1983年には無垢大放課大の一帯において土石採取の開発が予定されたが、地元住民や歴史、考古学者らが中心となった武田発祥の地を守る会が設立され、開発は中止となった。1996年には再び土石採取が予定され、再び保存運動が起こり、 九百九十二年には、県史跡の指定を受け、二千一年一月二十九日には、白山城跡の名称で、国の史跡に指定された。九百九十七年九十八年度には、考古学、文献史学、民族学、歴史地理学など諸分野からの総合的な学術調査が実施され、測量調査による実測図の作成や縄張り、移行の確認調査、 周辺の史跡に関する調査や文献調査が行われた。ありがとうございます。